フレミット。スナパイさん。完璧。届く？僕届く？アスタリスクまで届く？届いちゃった。あら、ガチ？早っ。スナパイさんは脇メインで速攻シャワーに向かってます。キッチンってある安倍シーン、うん、合ってる、うん、待ってるよ、はい、安倍最後通信室ダウンロード。ちなみにアーカイブイズネロアシューで湧いて、ネロアシューが最初シャワーに下ってます、うん、下ったで、僕はスナパイさんとすれ違ってメイン行ってエレキに降りて終わり。エンジンタン脇です。でウェントタスクやって宿舎金庫でフキフキやってミーティングボタンです。ごめんなさい、割り込みたい。あ、シューさん最後、エレキのどこですか？エレキのね、一番ぐらい。あ、まあまあまあ、シューさんどこなんですか？僕はエレキの6。おい、うん、基本右で2キルって感じですか。6どうやって入っ、どうやから入ったの？バイタルからです。僕貨物脇。あ、じゃあ対抗です。俺最後バイタル前にいるんで。んどこ？バイタル前？うん、バイタル前に入ったところ。最後に俺が6から扉を開けて入ってるんで。おお、僕は勝ち戻ってからだよ。勝ち戻っ、まあ、でも対、え、まあまあまあ、プテさんのルートは脇からの貨物、バイタル、電気、勝ち、6で終わり。俺も勝ちやってるよ。あ、じゃあ対抗でもいい、うん、でもハイブリさんはちょっとマットっぽい。対抗の仕方がね、まあ、右2キルだったら一旦ある安倍シーンは、うん、関われないと思う。キッチンメイクも大丈夫、安倍シーンって。あ、ごめん、安倍リージは大丈夫だわ。シン様だけ一応キッチンメイク。僕はね、安倍リージ君がそのバーガータスクから左側に行ったなって挙動は見てるんで、うん、まあ大丈夫かなっていう。まあ、ただ僕はその後ね、実は先側に行って最後先で終わってるんで。ね、足湯さんに言っとくと7から8にしか行けない、うん、袋工事です。で741とつながって5、6、9、5、6みたいな感じ。とりあえず8だけが袋小路で、俺そこのぐるぐるタスクだけやってからアスタリスクやって、ちょっと長かったからバイタル見ようと思って、最後扉が閉まったと思うんやけど、うん、まあ他のところも多分閉まってると思うけど、そこだけバイタルの扉開けて入ってバイタル前で見ようと思って終わりやから、多分すれ違う。あ、はいはいはい、あのアスタリスク行ってからっていう意味やったら絶対すれ違う。確かに、うんうん、これエンジンメインは系の方っていますか？なエンジンがゲンさんじゃない？でメインがハイブリッドスナッパイさん。じゃあなおさら安倍あるしに無理じゃない？え、これそうだから右っていう話。釣り入れていいからね。これプテさんに入れた。入れるよ。言われなくてもね。あ、こんなに僕なの？流されちゃいました。いや、足湯さんを指摘しようとした心出しを見てほしかった。心出し。ローラーマン頼みます。はい、ないないぽい。おー、やったやった。あー、マットマットマット。あれも死んじゃった多分。僕さっき喋ってなくて、アーカイブで下る情報しか出してなくて、僕アーカイブの本タスクやった後に昇降機右でずっと停電待機なんで、昇降機右の配電盤のとこには誰もいない、上にいる可能性はあるぐらい。貨物って誰か湧いてます、うん、ガミプテが湧いて、でガミが最後まで貨物なので、うん、一応ベント使えばキルはいける位置ですね。伊豆さん最初アーカイブから降りたのが、足湯さんと誰が降りたんですか？足湯さんとネロちゃんが一緒に降りてます。ほぼじゃあメイン脇が俺しかいないから、足湯ハイブリの対抗でいいと思ってて、うん、うんうんうん、やけどどうやろう。あのでも昔、うん、ブリちゃんと僕そもそも会ってなくてエレキに降りたけど、でそのタイミングなんでネロちゃんと会ってなくてもおかしくないかなとは思ってるんですが、まあでも確かに僕、てか足湯さん目線でハイブリちゃんはね、対抗戦でいい。うん、うん、足湯さんがいるのも、そうそうそう、僕はブリちゃんは対抗って言われても、僕それやったら僕で止めてほしいぐらいのあれ。だから別に足湯さんの対抗位置やったらエンジンから入って
ってきたかな。だからね、最初伊豆くんかなと思ったんだから。そうです。僕だと思います。さんが上に上がってるから、でもガミさんがずっと滞在してるからって言ったから、伊豆さんとガミさんは一緒かなっていう、うん、そう、足湯さんがエレキの741って動いてるんやったら、その奥にいてウテと対抗してるハイブリさんが足湯さん目線に絶対できないから両切る、うん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 、で、慎太郎もメインとかに介入するときは絶対足湯さんとすれ違うはずやから、慎太郎も結局白でいいと思うし、新阿部ブリが多分白、うんうんうん、で残りの中かなって思ってます。ここはそのネロちゃんの方はちょっと正直分からんんだけど、まあ慎太郎くんもあるし、え、分かんない、え、慎太郎さんがあった場合足湯さんと会うことになるから、うん、慎太郎くんどこでおるったっけ、エンジンの方かな、最後石油、あ、エンジンじゃない、キッチン石油、ごめん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 、石油やったら無理、僕があれね、エレキ降りてるから、アシーズ釣れば最低1ないし、いや、アシーズじゃなくてアシーズガミも含まれる、アシーズガミじゃない、うん、ガミさんも入るかな、そう、で、さて、エンジンからどういうルートでしたっけ、エンジン宿舎、金庫宿舎、ミーティング、フキフキとベントだけやってます、サバ行きます、はい、おい、ボタン行きます、早めに、いや、両者一なんでボタン行きまーす。寝坊、まあ2キル取れると思ってほしい、足湯さん連れてないときは、慎太郎と一緒にミーティング登って、うん、ゲンさんがヌンで右で、ハイブリさんが右対き、ガミさんが怖がって逆走したから、俺はミーティングで慎太郎を切って、待機はできたはず、ボタンを押さずに、うん、まあ基本的には足湯さんインポスターでいいかなって、そうですね、伊豆さんの色以下にかかると足湯さんは来るだと思ってます、うんうん、もう一もほぼ現伊豆神のどっかかなって、まあ多分ね、足湯さんがインポスターの場合って僕も容疑者になるんじゃない、そうそうそう、あ、足湯さん来るの時は慎太郎は全然ある、ネロちゃんがどこにいたかなんだけど、まあネロちゃんは下に降りてってるのは確実なんで、あ、そうですか、降りてきてるのか、そうだから、まあシャワーメインとかやと思いますよ、絶対位置的には、そうやね、どっちにしてもそうか、だからまあハイブリさん隠しろどおいて、アブちゃんも白どおいて、お二人に議論は進めてほしいかな。ネロちゃん下降りて、ああ、そっか、行ってるんだったらシャワー滞在するぐらいじゃないですかね、神殿の。シャワーで逃げる。あれ、うん、スナーパイさんがどこだでしたっけ？スナーパイさん初動右に行ってる。メインからシャワーに行ってる。そうっすよね。うん、だから絶対初動で足ネロとすれ違ってんすよね、スナーパイさんが基本的には。うんうんうん。行けるとしたらメインね、俺でもね、押すわけやったよ、もうすでに俺湧いた時にはスナパイさんシャワー入りかけやったから、いやでもメインシャワーあたりで2キルは変わらずで良さそうですね。ガミさん、貨物のルートってどんな感じですか？金庫タスク給油やってダウンロード終わらず終了ですね。うんうん。伊豆さんは俺アーカイブで本タスクやった後証拠機右待機、定年待機ね、うんうんうん、多分俺、ああ、そうか、足湯さんが陣内って意味ないか。そう、俺が切る場合って、足湯さんが死人隠してるケースしかないからって言おうとしたけど、どっちみち足湯さん陣が大きいやから。そうやね。うんうん。全然普通に伊豆さんもあるのよね。まあでも今日は積んなくていいと思いますね。そうですね。だタスクはきついんで。厳しいけど、まあ、切る待ちって意味の。そうですね、お肉探しの方が。まあ、特に一郎かな。私疑ってる方います、ちなみに。あんまり、あ、割と、うん、割と疑ってる、割と疑ってます、る、まあ、経路さっき説明した通りですけど、私が切る場合のパターンをちょっと考えてください。あの初期左からメインベントとか使えるかなっていう、その場合ハイブリさんがメインで湧いてて蓋してることになりませんか？いや俺速攻エレキ降りてる、いや、むずっ。
キル起きるだろう。もう起きない。いや、ゲンさんか。あら、おー、あら、ゲンさん死ぬな。もう無理だ。見たかった。見てない。右では見てない。せやね。うん、なんで左かな。左か。でもね、俺エンジン脇ゲンさん。いや、いや、うん、いや、ちょっと、いや、メインで一緒に湧いた気がするような気がするぐらい。うん、でもドラムチね、貨物ラウンジアーカイブシャワー昇降機右ぐらいにはいないと思うよ。アベシンで一緒にもう直しに行ってるんで、ありえないですね、うん。じゃあガミーズの2択かな。アベシンでシル取れんの。うん、あ、じゃあガミさん。てかアベシンはもうキル無理っすよ絶対。あ、そうなんや。あ、じゃあ、そもそもアベレージ君は下ができないから僕目線で。そうそうそう、アベちゃん視点でも慎太郎が弾けるんやったらシンプルイズガミ。うん、でハイブリさんって今回僕の通ったけどほぼ通ってきてると思ってて、うんうんうん、ガミがキッチン脇武器庫あたりでハイブリさん、ん、ハイブリさん一回石の方行ったんでしたっけ。いや、石には行ってない。でリアクター鳴り出しぐらいでコミュ通路で合流して昇降機左まで一緒で、左をガミが直してボタンを押してるんで。いや確かにミーティングにゲンさんがいないと多分ガミさんってキル位置なさそう。それでゲンさんって初手棒押してるんでミーティング待機する意味ないんです。確かにいたら絶対左直すの。素晴らしい。え、待って、じゃあだるガミさんが切れるとしたら俺が見てない武器庫裏かキッチンの右側とか席方面ぐらいなんだけど、リアクターがタイミングって多分キルクル上がってないよね。上がってないですね。でキルクル上がってからはおそらくガミさんが通ったであろう経路は通ってて、うんうん、さっき言ってたのがその宿舎前で俺は合流してるつもりで。ああ、宿舎前でしたっけ。はい、そうそうそう、扉はガミさんが開けてくれてて、いや、ちょっと喋らせをしても多分僕釣られると思うから、うん、僕はこのターン浮いてるからどっちみち証明できないから特にそこの話は省略します、うん。で、僕釣って終わんないんでボタンがまずあるかどうかの確認をしたい。ない。ハイブリアベ、ある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 。あ、ガミさん押してるからだ。ハイブリアベは絶対ボタン押しに行ってほしいし、ガミさんが今の感じだから多分ハイブリさんの死人漏れかアベちゃんの死人漏れしかない。どっかのワンチャンスで死んでる。アベシン老強は、いや、巨人は、もう巨人は落ちる。そう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 、僕はもうしゃあないんで、いや、できたらスキッパーしてほしいけど、ボタン押しに行ってください。まあ、終わんなかったら僕はサボ行きます。安倍ちゃんは慎太郎を疑って、ハイブリさんはガミさんのことをちゃんとお互い疑ってみてください。僕で絶対終わんないです。マジ？マジ？ゲンさんはメイン脇やった気がする。終わんねえ。マジか。マジ。ねえのか。慎太郎さん、まあ、基本ガミ神になりそうかな。うん、ハイブリさんは下が絶対無理なんだよね。だってあ、俺はもう、はい、俺の疑わないでほしいかな。うん、なら、足湯さんで連れてる場合ってし、まあ、あれがあるんだったら、足湯さんも釣りに行ってるし、伊豆さんで連れてる場合でも、うん、まああんまないと思うけど、結局ガミさんに城を出すことで伊豆さんを詰めてるの俺なんで、あんまりどっちも相方じゃないと思ってほしい。まあ、初手は多分ガミさんも僕もできるって感じになるから、うん、まあ、直近キル最新のキルの経路を話すと、確か貨物でアベレージ君と一緒に湧いた、うん、でアーカイブで合流して、うんうん、その後シャワーに行ったらその時シャワーの配線に伊豆さんがいて、でメインに入ったらリアクターになったからまた戻ったらまたアーカイブシャワー間でアベレージ君と合流して、そっからはまあずっと一緒だったみたいな感じかな。まあ、僕が下降りて直したって感じですね。そうそうそう、左が直してくれたのって誰でしたっけ。ガミさん。ガミです。じゃあガミさん届かないよな。まあこれね、僕の妄想でしかないんだけど、まあ原さん初手ボタン押してはいたけどさ、でも、うん、一旦前の議論で原さんってその自分がインポスターだったら、うん、なんかハイブリさんが弁当されてるからないってことを今からみたいな話をして終わったじゃん議論が、うんうんうん、だからまあちゃんボタンがまだあると勘違いしてそれを家にまたミーティング行ったのあれかなって。まあな、なんか言いたそうで議論終わってたから原さんって最後ね。
とは神さんが切ってるとしたらミーティング、うーん、あと結局昇降機右にはみんないたやん、うん、そう最終、うん、俺がヌーン乗ってたしで伊豆さんが乗ってたんだっけ最後左にどうっけ、あ、誰かは帰ってきました。で多分下で切ってるならガミさんが誰か見ると思うからそこで太鼓になると思うから、リアクターになってからコックピットとか武器庫裏で切ってた、もしくはミーティングかなっていうイメージやけど、うーわー、わかんねえこれ。阿部ちゃん的に慎太郎くんってどうなの。いや全然あるような気がしてきちゃった。まあ多分僕が切るんだったらメインとかじゃない、阿部玲二くんと、うん、そうですね、それ離れたメインとかで切って、メインで切ってまたゴールが一応あるにはあるかな、うんうんうん、で初手も結局アシエルさん陣外って考えたら、まあ、慎太郎さんがそのまま石油キッチンとか、うわっ、あれもエレキにもハイブリさんがいたんじゃなかったっけ。そうだね、あれ、いや、そんでもガミさんにまだ見られそうだ、うわそれよ。これ以上は言えないかな、終わんないです、マジで。アベレさんボタン頑張ってください。無理。マジか、それはすごい。ヌーンどっちだ、向こうか。おっしゃー、おー、かったー、マジか、よかったー、ナイス直し。完全に油断しました僕。あ、危ねー、危ねー、間に合うのかこれ。いやでもそっか、今僕そうだよな、ワンチャン慎太郎さんに入れて 2-2 でそのまままたボタンでもありなのか。いや、俺決めきれへんかったと思うわ、どっちにしても、うん、だって阿部ちゃんと慎太郎くんの方は俺見えてないから。まあそうっすよね、うん、いやだから僕がもっと考えなきゃダメなんだな今の場面。いやそんなことないよ、阿部ちゃん頑張ったよ。いやいやいや、ナイスボタン、あー、ありがとうございます、やるこした、ナイスショーでしょ、ナイスショーでしょ、歯ぐき出したなこれは。シエさんはイベルだ。そうそう、イベルだからさ、もう右にどっち2人止めたからさ、はい、もう米サボで勝ちっすわ。え、あとダメやった。いやー、1、2秒ぐらい、うおー、ギリギリよ、早かったですね。お前、インポスターに白打ったな。おい、やべえ、俺のこと知ったな、おい、俺のフォロー外せ。それだけだ、インスタね、インスタのネロちゃんしかフォローしないからアベレージ。僕インスタアンインストールしちゃった。あれ抜け殻？あれ抜け殻？抜け殻？マジか。あれ抜け殻なんだ。そうよ。よし。トイレとか大丈夫ですか？はい。はい。じゃあ返します。お願いします。